ウィニングイレブン歴代売上ベスト5調べてまいりました。早速行ってみよう。第5位、ウィニングイレブン7。7といえば、ゲーム内の Wii ショップで WEN を使ってゲーム内でのアイテムを買うことができる。倍速試合でめちゃくちゃ遊んでました。第4位、ウィニングイレブン6。当時日韓ワールドカップを控えていたことと、ベッカムブームでベッカム固有の髪型やキックモーションが完全に再現されていて、当時みんなイングランド使ってました。ヘイスキー。第3位、ウィニングイレブン9。日本がワールドカップ優勝を目指すことができる日本チャレンジ GO4 2006を収録。このモードは自分で代表メンバーを選考しアジア予選から挑むというもの。第2、ウィニングイレブン10。この作品で初めてクラブの名前がアーゼガムからアーセナルになってユニフォームが本物と同じになったのが印象的。第1、ウィニングイレブン2008。ウィニングイレブン10の自作ってことでウィニングイレブンイレブンになると思ってたらまさかの2008。ハードが PS2 から PS3 に移った最初の作品でグラフィックが格段に上がり、スタジアムのお客さんまでもがリアルに再現されてました。以上、ウィーレ売上ランキングでした。